どうも、グリコ人間マクタンサです。寒いです。ということで、今回はですね、これまで弾いてきたクレヨンしんちゃんのソロギターをギュギュッとまとめてみました。全部でね、なんと14個もありました。どんだけクレヨンしんちゃん好きなんだよねっていう感じなんですけど、まあそのクレヨンしんちゃんもね、初期の頃がやっぱ好きかな。僕が子供の頃の映画とかね、アニメが好きですかね。最近のはほとんど見てないですけど。で、クレヨンしんちゃんの BGM ってやっぱこうシンプルだけど心に残るものが多いような気がしますね。特にやっぱりいいのは、ヒロシの回想とか、トッペママペットのテーマとかでしょうかね。トッペママペットのテーマは弾き語り、歌詞もあるんで、弾き語りしてもいいんですけど、まあ、こういうのが好きですね。まあ他にも全部いいんですけど、僕がやってるんで、好きだからやってるから全部いいんですけど、まあ、ヒロシの回想とかね、まあ、シーンもいいからね、映画で使われてるシーンもいいんで、ヒロシが昔のことを思い出しながらね、その BGM 流れますけど、やっぱああいうの見ると、ああ、自分もああいうのあったなみたいな感じに思うんでしょうかね。で、野原ひろし調べたら、34歳やんか、35か、35歳やんかということで、俺31だけどみたいな。そろそろしんのすけが生まれてもいい年なんですけどね、まだまだ生まれそうにないですね。まあ、ひろしほど足は臭くないと思うんですけど。で、幼稚園の先生、吉永先生とか松坂先生の年で20代ぐらいでしょ。すごいね。松坂、なんかこう、自分がこう、子供の頃見てたアニメの登場人物の年を超えてしまうっていうのが、松坂先生だってあんななんか、大人びてるんですか。あんな感じなのに20代前半ぐらいでしょ。すごいな。ちょっと設定間違ったんじゃないかっていう感じですけど、30代でいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ20代ということで、まあ、20代だったら松坂先生あんな焦んなくていいんじゃないかなっていう感じですけどね。僕の動画も本もですね、タブ譜がね、手書きであったり、画質が悪いものだったりですね、あとリズムの取り方に癖があったりと、いろいろね、迷走してるのがわかるんですよ。リズムでこう、ふっふっみたいな、細かく薄く、画面がいると、撮ってるのもあって、今でもやってるかもしれないですけどね。まあいろいろ迷走してるので、まあ、3、4年もやってるといろいろ変わってきますよ。スマホで撮ってるのもあるし、まあいろいろあるんですよね。で、まあ、今回はソロギターの動画をまとめてみたんですけど、弾き語りしてるね、クレヨンしんちゃんシリーズで弾き語りしてるのも4つぐらいあったので、これはまた別で、まとめてみたいと思います。という感じです。僕は最近ね、アニメほとんど、最近のアニメは全然見てないですけど、もしおすすめのね、アニメとかあったら、で、そのおすすめの BGM とかあって、僕が弾けるようであれば弾いてみたいと思いますので、ぜひリクエストください。では、アグリック向上委員会マクタンサでした。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。